はい、こんにちは、ひろきです、ただいま、タミヤプラモデルファクトリーに来ております。今回は5レーンのコースを走らせてマシンの走行を確認したいと思います。やっぱり死んだか。はい、改めて今回タミヤプラモデルファクトリーにて5レーンのコースを走らせましたが、これまでの走行は3レーンでの走りだったので、まずは5レーンコースのスケール感をつかむことと、これまでのセッティングに問題はなかったか、あとはマシンの速度といったところで、今回走らせたレイアウトで富士通トップからのドラゴンバックのレイアウトが公式さながらにありましたので、こちらで速度を調整したところ、デジタルゾーンを含めた速度域を考えたらあれくらいでちょうどいいのかな。
これでジャパンカップに向けたマシンの調整が完了しましたので、あとは本番を楽しみにしたいと思います。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。